神戸なんかも素晴らしい環境があるので、やはりやっぱり今後生産者はものを作るだけじゃなしに、やはり経営のこと、最終消費者のことまでを考えてものを作る、そのためにはやっぱり、ビジネス経営のことを勉強しなければ、もういいものさえ作ればっていうような考え方からは、やっぱりこれからは消費が最終どういうふうになされていくか、それからまた、利益の方もどういうふうになされていく、そのためにどういうような演出をするっていうことをやっぱり勉強するのが大切ですので、そのことについて今回こういうふうな MBA 塾というのは素晴らしいことだと思っています。当時で私32歳でしたから、1億円上げようと思うと単純にいいものをたくさん出ないと1億円はいかないということだけは分かってました。脱サラして農業始めて400万円の収入から、何億円、億円稼ぐっていう話を聞いてすごい夢が持ってました。僕も今ちょっと市場出荷で限界を感じてたんですけど、新たな発想が、これからのビジネスチャンスを広げていくんだなっていうのを勉強しました。日本の農家っていうのはなんかどうしてもちょっと村社会的なんでちょっと閉鎖的になってるんですけれども、この事業を受けてやっぱりほんまに経営者っていう概念を新しい数を入れないとちょっといけないんやなっていうのが分かりました。ちょっと考えてもらえますかね、この4つ。ということは、この安心ブランドを高めるためには何をしなか。4年前に県外からこちらに帰ってきまして、何もわからない状態で農業を父の後を継ぎましたので、大変参考になっております。もう自分の知らないところがたくさんありまして、勉強する価値は、大いにあると思っています。はい。まだ農業を始めて4年目なので何もわからない中、今回の講義でいろいろと勉強になっています。この4月から新規就農で始めましたので、全てのことが勉強になっています。従来の農業を、作って、市場に出荷して、販売する、そして農協に買い取っていただくというふうな、そういったスタイルから自分たちで原価計算をして、それをどういうふうに売り出していくかというふうな、そういう取り組みをしたいと思っております。今後は法人化し、雇用を入れるときにこの学んだことを生かしていきたいと思います。